今日は2019年8月3日土曜日、時刻は17時半です。日中が暑くて、とてもじゃないけど長時間移動してると本当に疲れるんで、夕方出発にしました。で、今日はこれから今高松、四国の高松なんですけど、ここから一旦本州に、高松から本州に戻ります。シェルフうどん、あ、うどんか。うどん食ってないじゃん。うどん県に来たのにうどんを食ってないっていうね。ちょっとうどん屋さん見つけたら入ろう。14時、15時までか。なるほどね。間違って四国に戻らないように慎重に本州、はい、こうですね、本州方面、これ間違ったら終わりだから。本州戻ってきました。
岡山県ですね。1340円、高っ。これ左か。広島115キロ、あ、大したことねえな。広島、それでもう広島に入ったの、まさか。なぜか下道に案内されました。なぜでしょうか。全く土地勘のないところでこんな道を走ることになるんだからね。71キロか。470メートル左。まあ減速帯か。やべやべ。すげえ減速帯が。荷物が前にずれてきちゃったよ。下関223キロ。めっちゃある。70キロ。勘弁してよ。70キロ。なんでこの道、もう勘弁してよ。さっき190何キロで7リットルだったんで、多分27キロぐらい出たんじゃないですかね。そう、路面電車か。マジちょっと体力が疲れてますわ。吐きそう。よし頑張るぞ。あと92キロだよ。あと92キロいけるいける。ちょっとね、やっぱ食べてないのも悪いかなと思って、今
まあ、がっつり食ったんだけど、まあ、眠気が来ちゃう可能性もあるんだけどね。超でかい川か、これは川なのか、川か。おっしゃ、眠てマジクソ眠いんですけど。いやー、今回初の道の駅で仮眠を取ってしまいました。